回裏の早稲田の攻撃ですが、ワンアウトから滝沢選手がライトフェンス直撃のツーベースヒットでチャンスを作った後、ワイルドピッチの間にその滝沢選手が一気にセカンドからホームへ帰り、早稲田1点を返しました。はい、こちらはビッグシックステレビさんのホームページからになりますが、2019年の9月に応援団特集ということで、2019早稲田大学の応援内容についての説明をされていらっしゃいました。内容を見させていただきますと、90年以上の歴史を持つ東京六大学野球、名だたる名プレイヤーたちの歴史は同時に応援団の歴史でもあります。応援団を構成するのは学生服のリーダー、華やかなチア、そして大音量の吹奏楽の3者、さらには観客席が一心同体となり、他では味わえない一体感や楽しさを味わうことができますといった内容になっていらっしゃいました。
京ビッグシックスさんのホームページからになりますが、2019年6月2日、早慶戦第2戦の試合結果内容になりますが、6月1日第1試合はワースラが勝利いたしましたが、第2試合はこちらの内容通り5対1で慶応が勝ちまして、1勝1敗のタイとした試合内容になっていらっしゃいます。